26型フリゲートはイギリス海軍のフリゲートの艦級。艦名からシティ型やグラス号級とも称される。計画名はグローバル戦闘艦であった。2010年までは将来水上戦闘艦として計画が進められており、当初は実験船トライトンで試験を重ねていた参道線形が予定されていたが、 後には在来型の単動線形で、異なる大きさの C1 から3の3つのサブタイプとして建造されるよう計画変更された。2010年に原計画名に変更されるとともに、核、サブタイプの規模も統一されたが、対戦型、対空型、汎用型の3つのサブタイプを建造するという計画は維持されている。 ただし当初計画では満載排水量5400トンとされていたものが最終的には8000トンまで大型化した。このためもあって当初は本型の通常型5隻と対戦型8隻を建造して23型13隻を1対1で更新する上に追加建造も検討されていたにもかかわらず2015年の戦略防衛安全保障計画の見直しに伴って 本型の建造は対戦型8席のみに止めて、通常型5席については、より小型の 31E 型に切り替えられることになった。船体と上部構造物は、ステルス性を考慮して設計されている。全体的な関数型は45型駆逐艦,艦に類似するが、両派性を考慮して、艦首の看板光が高められた。全保柱には、ステルス性に配慮した型の大型マストが、 採用されている。またミズンは、やはりステルス性に配慮した細い端章が2機、並列で設けられている。1タイプ前の23型と比べて4000トン近く、大型化しているが、自動化を進めることで、乗員数は23型では181名だったのに、対し、本型では157名に抑えられた。 ただし人道支援任務や特殊作戦などで便乗者が乗艦することを想定して51名分の予備スペースが確保されている。機関は水中放射殺音の低減や巡航時の航続距離延伸を重視してカットラグ方式を採用した。本型では巡航時にはマトゥー2 0 v 4 0 0 0 m 3 5バイトディーゼル発電機4機と電動機2機による 電気推進を使用し、高速航行時には、MT-30 カスタービンエンジンを使用する。これにより、イギリス海軍のフリーゲートの標準速力である28ノットを発揮でき、また電気推進による巡航であれば15ノットで7000回りという、航続距離を発揮できる。対空、対水場用の主たるセンサーとなるのが3次元式の997型レーダーで、全小長部に設置されて、 対空、対水上捜索及びサムの下記完成レーダーとしても用いられる。また前小柱の中段には公開用としてケルビンヒューズ社のシャープ I 型レーダーも搭載される。なお、戦術情報処理装置としては23型が後日装備した DNA システムの改め型が搭載される。ソナーとしては中周波数の2150型を船体に装備する、ほか、 可変深度、栄光式の2087型も搭載する。2087型は、タレス社のムズ -4249 を正式化したもので、当初は対戦型のみに搭載されると言われていたが、現在整備予定の8隻は、全艦が搭載予定となっている。またこれらのソナー及び2170型魚雷防御システムの情報処理は、 DNA 戦術情報処理装置で包括して行われる。艦砲としては、イギリス海軍として、初めて62口径5インチ単装砲を採用しており、全甲板に搭載する。またその他の方向兵器として、近接防空には2 0ト、mm、ル口径のファランクス CIWS を近距離での対水上用として3 0ト、mm、ル口径のブッシュマスター2機関砲を搭載する。 股間防空ミサイルとしては、C セプターを採用し、艦砲の直後と、煙突後方の2カ所に24セルずつ、合計48セルの VLS を搭載する。また巡航ミサイルのため、環境構造物の直前に24セルのマーク、41VLS が設置される。ここに収容されるミサイルとしては、対地用にはトマホークあるいはその後継となるグロ、対艦用としては、 んっくの体幹型が予定されている。格納庫には、マーリンであれば1機、リンクスワイルドキャットであれば2機を収容できる。また沿岸部での水陸療養作戦や人道支援任務などを考慮して、ヘリコプター艦板は大型の血抜く輸送ヘリコプターの運用にも対応できる。ありがとうございます。